はい、皆さんこんばんは。原田ゴルフ原田周平です。今日はですね、エンジョイゴルフ福岡、そこのもうコーチ、ヘッドコーチ、はい、はい、エンジョイゴルフ福岡光武です。よろしくお願いします。なんかカメラ慣れもしてきましたね。してない、してない。もういろんなところに今大活躍で全然大活躍して、誰も知らないです。え、僕のことなんて意外と知ってるよ。だってさ、雑誌にも出てたしさ。いや、それ全然前の話。俺持ってるよ。ありがとうございます。でさ、あとほら、プロのコーチということで言えば、権藤カレンさん。そうそうそう、ね、ステップアップツアー、ステップアップツアー、ね、優勝しました。優勝して、まあ他にも、何名かジュニアを含めて、ね、いろんな方をコーチしてる、はい、そしてその成績がどんどん伸びてってるんだよね。そうですね。そこをなんで、ね、なぜその伸びてるかっていうところから、はい、なんか新しいエンジョイゴルフ、そして福岡では新しいそのレッスンのシステムというか概念を、はい、新しいものを今取り入れているということで、はい、私わざわざ福岡まで、ありがとうございます、はい、この梅雨の時期に来ましたけれども、はい、ちょっと教えてくれるんですか。はい、バランスゴルフという。バランス、そうですね、バランス、バランス、バランス取る、バランスゴルフという概念を、はい、日本にですね、あのエンジョイゴルフっていうところが持ってきて、はいはい、まあ、今それを広めてってるんです。で、スウェーデン、うん、スウェーデンの、うん、あの有名なコーチのエリックさんっていう人が、はい、はい、まあ、15、6年、いや20年ぐらいだったかな、うんうん、それぐらいをかけて、はい、まあ、作り上げた、ゴルフのスイングの、メソッドですね。でもなんか、うん、今更なんか、うん、手がこうとか肘がああだとか、うん、そういうやつ、だからどういう話かっていうと、はい、まあ、あのそれぞれ、うん、人にはこう体可動域が違ったりとかしますよねと、うんうん、だから同じようなスイングは皆さんできませんよね。要はタイガーウッズに皆さん、タイガーウッズと同じスイングはしたいんだけど、うん、タイガーウッズと同じようにはできないじゃないですかみたいな。そうだよね、できないよね。 そう、でそれをするためにはいろいろ体を実際に測ってですね、うん、計測してその人に合ったセットアップを取ることで、それによって、ボールとクラブが、ボールとクラブにとってこう、うんうんうん、なんだろうな、球がまっすぐ行くようなものを取りやすくするってことですね。なるほど、はい、これは確か僕2019年にエリックの勉強会に初めて行った時に、うんうん、推測するな計測せよっていう言葉を聞いた時に、うん、これがこれからの主流になるというところ で、うん、 そうですね、その流れで2020年にこうマイク・アダムスっていう方がアメリカに来た時に、うん、僕もそこで勉強した時のこう腕の長さとか、うん、それによってスイングが変わるという形態を取っていたのを僕も勉強して、うん、それの進化版というか、まあ、進化版というかそのエリックのね、はい、そうですね、うん、エリックさんはもう少し細かく、うん、測ってる、測る計測する箇所が多いですね。大体何箇所測るんですか。大体50かな。そんなにかかるの、はい、50ぐらい測ります。まあ、大体20、25分ぐらいで計測が終わって、でそのデータをですね、はいはい、そのまたまたそのエリックさんたちが、はい、エリックさんたちバランスゴルフチームが作った、はい、そのソフトウェアに打ち込んでいきます、うん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 、でそれを打ち込むと、はい、もうその AI が、はいはい、あなたにとって、マジで、そうですね、マジで、あなたにとっての、はい、もう構えと、あなたが今からやるべきことっていうのをしっかり教えてくれると。ある意味じゃあ属人性が剥がれて、うんうん、ティーチングプロっていう人たちがいっぱいいる中で、うん、一つの統一した概念みたいなものがあれば、うん、なんかこう俺はこうだとか、アドレ先生によって変わるということは、この部分少し一つ変わる、はい、同じになるっていうところ。そうですね、はい、まあまあ、その日によって実は体調とかも変わってしまうじゃないですか。だから可動域とか ね、ある可動域変わる、そうそう、はいはい、でも大まか多分あなたはこういうセットアップがいいよねっていうのが分かるので、実際ソフトウェアではしっかり何センチ単位であなたは左足は20何度開いて、うん、右足は何センチ引く、何センチ出すとか、そういうのはしっかり出てきます、うん、今日の、今日の感じ、今日の今の感じですね。でそのひな型をうまく使いながら、うんうんうん、その自分が安定する場所を探すっていう風な感じで自分は使ったりしてますけど、うん、面白いですね。そうで、あともう一つは、はい、その今のはだから個別のセットアップ、うん、インディビジュアルですね、うん、もうそれぞれ違うよねっていう風なお話です、うん、で
プラスでも人間がゴルフをするんだったらこういう風にしてほしいよねっていう共通点の話もあるんですよね。共通点、そうですね、あの原則的な感じですね、こういう風なことはやってほしいと、はいはいはい、でそれも、うん、あの合わせてお話しできるといいかな。だから原則の部分と、はい、それぞれ個別の、構え、それを組み合わせることによって毎回ナイスショットが打てるっていうのは彼が提唱しているようなお話です。いや確かに、スウェーデンっていう国がゴルフ人口がそんなにない中に、うん、はい、めちゃめちゃ今尖ってめちゃめちゃ強い選手がどんどん出てるっていうのが今注目されていて、それが何なのかというところでこの高竹氏はですね、なんとスウェーデンまで行ったんだもんね。そうですね、スウェーデン行きました。あの寒い国に、はい、あの雪が降る時期に行きました。2月に行きました。2月でしょ、この福岡からだから寒かったでしょ。行きましたね、はい、まあ、寒くもなかったんですよね。あ、そうなんだ。いや、そこにまで行ってですね、そう勉強してきたっていうことで、うん、もうその時からずっと僕は話してて、今度こういう YouTube で撮った時にやってみようっていうところはあったので、うんうん、今日はちょっとですね、測定、そうですね、まず測定やりながら、はい、そのあどういうふうにスイングゴルフが変わっていくのか、スイングが変わっていくのか、今日はね、そうですね、そうそう、それを、ね、楽しみにしていますので今日。それ測定の前に、はい、撮ったがいいですよね。あ、今の今の原田さん。ああ、そうだね、確かに俺は完璧だと思う。じゃあそういう感じで、じゃあ小関さん今日よろしくよろしくお願いします。お願いします。はい、それじゃあですね、はい、まず現状だね。はい、現状完璧なアドレスと言われている私のアドレスを、はい、これでもでももっと言いにくくなるっていうことなので、一回まずどういうアドレス、まあ一応まず普通に打ってみますね。はい、普通にとりあえずどう変わっていくのか、どう変わっていくかだよね。はい、いや結局ね、悩みがあるのよ。はい、それがちゃんと解決されれば、はい、そのいいわけだから、ちょっと軽く何球かって言います、はい、こんな感じでいつもアドレスしてます。はい、うん、何球かちょっと打ってください。ナイスショー、ナイスショー、おー、ナイス、ナイス、もうキレキレじゃないですか。キレキレ、キレキレじゃないですか。で、そのはい、まあ、原田さんのもうあと2球打ちましょうか、はい、どういう感覚かとかもなんとなく本人が覚えててもらうと、今の感じ、まあ、そうですね、普通だとは思うんですけど、いつものデフォルトだから、だんだん調子が、今言うの、言ってみる、はい、あ、言ってどうぞ。だんだんほら3球どんどんヒールっぽくなってるんですよ。はあ、はあ、はあ、だんだんなんかね、緊張していくと前に出ていく、前に行くでもその感じが出てんの、はい、でその時になんか違うことをやり始めると、なるほど、あの嫌なんだよね。今すごい前行かないようにっていう感じで、はい、あ、もうそのフェーズだなって。おお、ラストいきましょう、はい、そういうなんかね、雰囲気っていうか、はい、自分で感じるんだよね。 OK、はい、はい、まあとりあえず今、うん、普通に何も考えず打ってもらって、はい、でここから計測に入ってから計測に入りましょう。計測ね、入って、はい、そのアドレス取って1回打ってもらうみたいな感じの流れがいいかなと思うんですけど、うん、そうだね、まず今の構えからどういうふうに変わるのかちょっとやってみましょう、うん、そうですね、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、実際今僕この、バランスゴルフの、はい、なんか名前を入力して、うん、これから測定、計測だ、計測、はい、計測、スクリーニングって言ったのね。そうですね、はい、お、なんかすごいいろんな、何これ、なんか、いや、なんか長い定規です。すごっ、これで、では頭の大きさを測ります。え、やだな、まあいいやじゃあ行きましょうか。はい、じゃあ、早速、はい、まず右利きですかね。はい、右です、はい、右ですね。で、身長を測っていきます。身長大体何センチですか。163センチです。163センチ、はい、こう来て165、お、165、俺165なんだ。いや、靴履いてるんで。あ、そっか、
そうでも靴を履いた、うんうん、あのものを入力します。そういうこと。なぜかというと、はいはい、靴を履いてゴルフをプレーするからですね。そうだよね。俺は165だったんだ。はい、次腕の長さ、ウイングスパンというやつですね、はい、こうやって広げてもらって、はいはい、こんな感じで、で人差し、あ、中指の付け根と、これが163。おお、やっぱり163なんだ。そうですね、基本的には身長と同じですね、はい、これ結構違う、いろんな人いるんだよね。そう、いろんな人がいるけど、まあなんか基本ベースなんか大体同じになるんですけど、うん、もちろんそれは腕が長い人いたり腕が短い人がいて、うんうんうん、まあ、なんか身長に近いような数値は出ますやっぱり、ね、がそれでも身長に対して腕が短い人とか、うん、長い人がいるんで、それによって構え方多少変わるよねみたいな話ですね、うんうんうん、で次は、はい、もう一回広げてもらっていいですか。はい、グーにしてもらっていいですか。グー、はい、でこの拳ですね、拳と拳までを測ります。はい、141、はい、これはまた斬新違うな。で手首、今度はもう一回お願いします。もう一回手広げてもらっていいですか。はい、でリスト、リスト132。こういう項目が50ぐらいあるんで、次は肩幅を測ります。はい、あ、35、はい、次が脇にこれを刺してもらっていいですか。あ、腰を横にジュッとずらしてください、腰をグッと、骨盤、そうそうそう、骨盤をピュッと出してください、そうそう、横に、そう、うん、で、あ、ここですね、はい、ここのポイント、ここは何ですか。ここは大天使、へえ、で戻してもらって、でここから脇にこれ刺してください、ブッ刺してください、ブスッと、ブスッと、いいですか。でここまでの距離を測ってます。42、はい、ありがとうございます。ここから、はい、ここだ。そうです、ね、これが胴ってこと。胴体、胴体測ってますね。そうそう、ここまで。これは何センチ。42。あ、すごい気になってる、うん、だからさ、足の長さとかさ、いや大丈夫、それは気にしなくていい。気づるんだよ。次は上腕ですね、腕の長さですね、はい、25、はい、でこっち前腕23 25、23、はい、81。でその次はここですね、はい、81と42。はい、ありがとうございます。今分かったのは、あ、なるほど、こういうふうに、はい、あとは例えば座から下、うん、いろんなところを測っていくと。そうです、こういうふうに測っていきますね、はいはい、こんなところってなかなか測る感覚今まで確かにないけど、でも結構大事だね。確かに、そうですね。次は骨盤の広さ27、うん、だからさっき肩幅が35ですね。でそれに対して骨盤が27、はい、32と28はこうちょっとこうなってるってことね。そうっす、はい、つまり逆三角形ですね。お、いいじゃん、かっこいいね。そう、かっこいいやつ、こう揃ったりするんですよ、ズドンって。そうったりすることが多かったから、経験上俺こんな差出たんだっていうふうな自分の感で。次は手を伸ばしてもらって、こういう感じですね。はい、はい、で床から手首までの長さ83、はい、でこういう項目が、はい、じゃあどの部分がどこに影響するかっていうのは、その、うん、全てをトータルするので、うんうんうん、はい、これがこうっていうのは言えないみたいですね。10、これ今どこ、手のひら、パームサイズ10。これもだいたい9か10か11ぐらいですね。でも、そのぐらいなの。12は見たことないですね。あ、そうですか。で、はい、で次足をこうくっつけてもらっていいですか。足をそうそうくっつけて、いやそんな無理やりじゃなくて、無理やりじゃなくて、まあ若干O脚気味ですよね、うん、少し隙間あるんで、はい、はい、で O脚の人は例えばスタンスは広い方があったりしますね。あ、広い方が好き。そう、まあなんでかっていうと、このそう、X 脚の人が例えば広くすると内側にこう、こう、そう、構造物として倒れてしまうんで、うん、で今度ちっちゃくもう一回しまっていいですか。 O 脚の人がめちゃくちゃちっちゃいとこう広がってるので、バランス悪い、バランス悪い、うん、っていうことです。そうか、でずれたりするんで
そこ。ああ、なるほどなるほど。っていうこういう風な感じでいろいろ広がってきます。で次靴を脱いでください。足首のつき方。OK です。これは何？これは足首が、はい、海内してるか海外してるか。こっちでこうかこうかってこと。ストレートか。はい。でまあ両方とも海内、はい、海内してますよね。多少。こうなってんだ。そうですね。高知方向だ。はい。こうしてますね。ああ。それによってあるんですけど。これはなぜどうやってわかるの？見たらわかるんだ。浮いてる感じ。これはもう目で見て。ここがちょっと浮いてる感じとか。はい。こういう風になってる人もいるんだ。はい。まあここの角度とかちゃんと見て前後から見て、はい、なんかやっていくと。はい。でその次が、はい、靴を履いてゴルフするんで、はい、その足の裏が足の裏の大きさってこれになっちゃうからそれで圧を与えるみたいな感じなんで26ってことは25ぐらいなんですか25、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 25
感じ、力抜いていいですよ、もうダランとして。ダラン。左がアリトルの、右がニュートラル。お肩がこう前に出てるか、前こういう感じだ。そうです、こうか。そうだから、こういう姿勢取ってる人はバックスイングちょっと浅くなりやすかった、あちょっと体が回転しにくくなったりするっていうことですね。次は首の、可動域を測っていきます。で左から測っていきます。左にお願いします。おお、すごい回る。いやさすがだな、トップ YouTuber73 トップ YouTuber 回るんだ、首は。首回ってるやっぱ。はい、どうぞ。73と65。はい、でこれは、ね、やっぱ70、どっち感覚的にどうですか。やっぱり右の方が硬いですか。あ、こっち硬い、硬い、うん、こっちの方が動く。はい、だからバックスイング側だね、これ。そうですね、はいはい。これ70度以上、一応バランスゴルフ的には目安として欲しいですね。あ、両方ね、フォロー側もね、両方です、はい、そうです。胸を3回ぐらいゆっくり回してください。右左、はい、左に1回、1でもう1回戻して2で戻してで3で戻して、でここから測りますね、はい、ゆっくりじわーっと、はいどうぞ、ぐーっと行けるとこまで行ったらストップで、首はですね、まあそのぐらいが、はい、ここ限界ですかね。限界、はい、49、はい、49。次反対いきます、同じように。はい、1、2、3、はい、それでこんな風に測ると42。どうですか感じ的には。で次はここ、ここからこれがどれぐらいいくかなんですけど、まず左からいきましょう。どっち、左に、背中とか反らずに、反らずに、はい、後ろ側にこうくる。そう、はい、測ります。17。こういう今測ってます。お、いいね。20。左右差感じますか。いや、右の方が動く、右の方が動く、はい、やはり20度。やっぱりこれがダウンスイングの肘の動きだよね。そうですね、これ大体プロゴルファーとかもっと結構動くの、人によって違う。でも、はい、やっぱプロゴルファーとかの方が動く人が多いです ね、 ここね、動くよね、やっぱり動く人が。ここ動かないとこっち行くやつだから、ね、行きやすいから、まあ、他のところでカバーできるとは思うんですけど、結構まあ関係するかもしれません。で次はラテラルローテーション、こうしてもらって、ここからこれがどれぐらいまでいくかみたいな。で片方ずつ左からいきます、はい、ここから、そう、そんな感じで、あんまりここ外さないような感じ。61、はい、反対いきます。はい、おう、やっぱこっちの方が動くんですか。右動くね。84、ウィーン、全然違う、ウィーン。61と84、だからフォロースルーがインサイドアウトになるのよ。はあ、はあはあ、うん、でこっち周りもあれだから。なるほど、うんうん、確かに、もうまんま出てますね、うん、次アダクションアングル、ここのこういうやつですね、はい。でこれが、はい、どうぞ。え、こっち、こっち、そうそう、正面向きますか、はい。でそこから、そうで、この時肩が上に行かない程度にもう一回戻してもらって、はい、す、あ、いいですね、はい、まあ、34、はい、反対いきます。どっちだっけ、こっちだね、はい、39。左右差感じます。これはあんまり感じない、分かんないですね、はい。基本的にはさっきみたいに細かいところで気づく人は少ないですね。10度ぐらいあると左右差感じます、うん、だ結構原田さん結構こ気づくんですよね、うんうんうん、5度ぐらいとかでもうちょっと感じるって言ってたんで、
変化が感じやすい方。次は右手の海内海外をやります。グリーンっていくんですけど、はい、肘の前腕だけをなるだけして、ここ手首分はプラスしないようにしてください。グリってこう、あ、手首はいかないから、そうそう、ここだけだ。そうそう、ここでこのままでこれぐらい。そう、もう一回、ここはもう入れてないですよね。入れてないですね、ここだけ。そうです。でこれね、海外の人はほとんどいかないらしいです。90度以下135、はい、でそのいかないの。いかないです。ここまでで止まるらしいです。これがこう、僕はここだけど、ここあんまねじりすぎないでくださいね。もう前腕だけやって、そうそう、これ楽勝いっちゃうじゃないですか。これここで止まるんだ。止まるって言ってました。で、これを言ったら、その信じられないって言ってました。あ、そうなんだ。エリック信じられない。嘘だ。日本人と違いがそこにあるんだ。それは嘘だみたいな感じで、なったけど、はい、いくと思いますね。60。じゃあ海外の人は両方とも手首のこの海外、海外っていうのはそんなに変わらない。ね、海外は行かないとは聞きました、こっちは。あ、海外はちょっと分かんないです。あ、なるほど。あの、そういう話はエピソードとして出てこなかったです。面白い。はい、次左、はい、左を計測していきます。こういうふうに回ってやってみます。はい、はい、いきます。はい、こんなもんかな。こんなもんですね。はい、129。はい、反対行きましょう。あ、こっちの方がなんか硬そうですね。どうですか、129と43。そうだね、なんかゴルフ的にこっち側あんまり動かすのダメじゃんみたいな。あ、はいみたいなイメージ。なるほど。俺の中でなんか右はこうでやってもいいけどみたいな感覚の。こう、そうで、いや、これを、はい、まあ、バランスゴルフ的にはいろいろやっぱこれによってもローテーションの仕方っていうのは変わると、はいはい、で逆にこの回転が出ない人はしっかり回してあげた方がいいし、あ、これが動かない人はか、まあ、いや、こうやって、あ、できない人はね、そう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 、もうそういうふうにぐるっと回した方がフェース返りやすくなるし、それもやっぱ人によって返る。つまりそれは人によって、俺は手を返してるんだっていう人は意外に動きが硬いからやってる意識でやってるけど、うん、可能性ある。それでもう何も、柔らかい人は何もしないんだよっていう人でも動いてるみたいな。そうそうそう、面白い。そういうことだ、はい、で次はこうやってやって、はい、でこのベルトのラインがなるだけまっすぐのままどれだけいけるかみたいな感じ。ああ、いいですね。おー、いいですね。すごい出てますよ、47。はい、反対いきます。どうぞ。はい、いいですね、43。はい、左右差感じますか。そんな感じないけど、あ、ちょっとあるんだ。若干ありますね。左の方が動くでしょ。はい、うん、動いてる感じする。そうで、次はインワードローテーション。左のつま先をここにこう沿わして、うん、こっから片足浮かして、そっからこう回していきます。回すやつだ。はいはいはい、はい、ここら辺の回転だね。そうですね。そうで、そうです。はい、こんな感じで、あと55、うん、どうですか、結構回る方？回ってないです。回ってないんだ。硬いんだ。左が硬いのかな？右の方がなんか回りそうな気がするぞ。左が硬い人の方が多いですね。股関節あたりは基本的には。今左だったもんね。はい。次右。55と、はい。イエス。はい。そう、あ、いいですね。そう。頑張っちゃうと、うん、ダメですね。ダメだね。はい。いや、なんとなくわかる。でも気持ちはわかるんですけど。うん、こっちは？67でも。67でもあんまり、はい、そうね、いやいやいや、出てる出てます。やっぱ右の方が動きました。そうですね。だからフォロースルーの左の回転っていうのがね、どっちかっていうと全体的に苦手なんですよ。はい、で次は、はい、はい、いよいよお腹周りを測っていきたいと思います。え、ここまで測るのかってなっちゃうから。あ、そっか。お腹じゃない、これ腰盤、骨盤とか。こっから3ついきます。そっか、はい、まず、そうそう、骨盤なんですけど、86。はい、でベルト外しますか。とりあえず85をおへそ、86、85、80、86、85、80。次は脅威さ、86。おお、金星の取れた体で。金星の取れた体で次は頭、頭
なんか YouTube でいつも顔がでかいって言うやついるんだよこれですね、頭は、はい、実は例えば頭が大きいと、うん、前傾姿勢は深くできなくなるんですよね。お、面白い。それそうなんだ。面白いですよね。あ、そっか、そう、こう重いから、重いから、だからドラえもんが前傾姿勢深くするとこうなっていっちゃうっていう面白いことですね。そういうことだ。だからその人にとって合う前傾姿勢の角度っていうのは出るんですけど、あ、まあ、こういうところも関連してきますと。もちろんでもここだけじゃないけど、一つ要因としてはそういう風になったりとか、これ面白いですよね。これ今スイング、僕のスイングだね、はい、地面反力の主要な力っていうのはホリゾンタルと、ホリゾンタルと、まあ、バーティカルかなって感じ。トルクはないですよね今のところ。まあ、ないわけじゃないですね、全体的にある方ですね。僕でもトルクはね少ないんだよ。うん、どちらかといえばやっぱ一番少ないですね。少ない、うん、はい、でこの辺も結構バランスゴルフ的にはやっていくとトルクがちょっと増えてきます。ほうなんだ。はい、でさっき体重測ったんでちょっとそれを見てみましょう。 63.8。 おお、 63.8、はい、あの女性の人のやつとこんな公開しないんで大丈夫ですよ、体重ね。はい、あと女性のスタッフにやってもらったりとか打ち合わせるんで。あ、はい、まあ、64にしときます。これが骨の質量、これは4キロで。何それ4キロって。骨です、骨の重さ。へえ、あ、出ました、原田さんのアドレス。なんかダン、これ、はい、これです。へえ、なんか普通っぽいの。普通ですなんか面白くねえぞ普通、まあいろいろありますよね。だから右足を15センチ引く人もいれば5センチ引く人もいるし、この右足のところで言うとちょっと差し棒で出し、はい、差しますね。ここですね、左のつま先は24度開いてください。左のつま先は24度開く、はい、はい、でスタンスの幅は基準からプラス15してください。基準より15開く、15大きくします。おお、うん、はい、で基準の取り方は後で説明します。なるほど、はい、でバックフットオフセット、これ右足引く量ですね、はい、これはマイナス2センチ、左足よりも右足を後ろに引いてください。ちょっと開く感じぐらいって、はい、後ろに行くってことだ。そうですね、ボール半個分ですね、これを。あ、なるほど、ボール1個半個ね、はい、これが足のセットアップですね。へえ、面白い。で、ここが前傾姿勢 35.2 度で構えてください。前傾角度は35度。はい、35度、 5.2 度っていう風な感じになってます。へえ、でまあいろいろ、例えばここら辺にそのだったらとこうやるべきことみたいなの、コーチが気にするところ、プレイヤーが気にするところ。あ、ここにあの、ね、出てくるんだ。そうです、これはスタートオブスイングって書いてるんで、そのプラス15というスタンス幅っていうものはどういうふうなところなのかっていうのを次の話になるのかな。そうですね、今からやっていこうかなっていうふうな話です。かなりマニアックな動画になってますね、はい、そうですねかなりマニアックな、マニアックですね。これ他やってる人いんの？いないよね、東京に2人。あ、いや、あの動画としてさ。あ、動画としてはまだやってないかな。動画ここまで公開して いんですか。いいです、全然大丈夫。いい、もうオープンマインド、すごいな、はい、エンジョイゴルフはオープンマインドでやってますんで。さすが。あとはあれですよ、東京は南田プロと、はい、竹本さんだ、はい、竹本プロだ、2人と、ね、竹本直也プロ、うん、はい、というところで、これでまず終わり。まずそうですね、なんで一回アクションプランで構えてみましょうか。お、いいですね、っていうところまで、はい、でもう一回ちょっと自分で打ってもらっていいですか。はい、自分なりの構えで。まあ今こんな感じですよねと。はい、そうそうそう、 OK です。まあ今の感じ覚えてくださいね、はい、じゃあ今から構えを作っていきたいんですけど、はい、まずは足のセットアップから作っていきたいと思います、うん、はい、スタンス幅からいきましょう、はい、スタンス幅、スタンス幅は基準から15ってことなんですけど、うん、はい、基準はどう取るかっていうと、はい、こう、まあ、肩幅ぐらいに一旦開いて、はい、左の膝に右の膝をこうやってこうしますね。でここが一直線になったところが基準です、うん、だから自分だったらこう戻してこう来てこんな感じ。バレリーナ等と言っています。なるほど、バレリーナ等を取ってみます。まず自分の中で肩幅ぐらいにして、はい、こうやってみる。で、そうで今こう斜め、そう今斜めになってるでしょ。まだこれでも斜めなんですよ、はい、もうちょっとだけちっちゃく
多分これぐらいです、ね、これぐらいが、はい、ここ基準、はい、でここをこのまま押さえてこう戻します、はい、でここですね、真ん中、足の真ん中とりあえず持ってきましょうか。はい、ここです。これぐらいが基準になりますね。で動かないでくださいね、はい、ここから測りますんで、はい、だいたい37ぐらいですね。37がとりあえず原田さんの基準、基準プラス15プラス15ということは37足す15です。15、これ広げる、ここ、はい、そうですね、あ、広っ、 このぐらいか、アイアンで、はい、はい、アイアンです。これアイアンもドライバーも一緒、一緒です。おお、はい、これぐらいの幅になりますね。ウェッジも、ウェッジも、じゃあボールのポジション変える、ウェッジ、ボールのポジションも変えない、変えない、はい、あの、まあでもそこは多少幅を持たせていいと思いますね、はいはいはい、バランスゴルフなんで。なるほどね。そう、ただ一応ひな型をまず、まあひな型ね、結果はこれなんだっていう、はい、そうです。37に15だ、15ね、はい、だから52、はいはいはい、で取ってますね。でこっから左のつま先を今度開きます、はい、左のつま先はですね、まずまっすぐしといてくださいね。このポジションからヘッド1個分まっすぐずれたら25度なんですよ、大体。そうそう、これで25度、大体24、25、これなもんですよね。1度なんてもう大して変わらないです。結構、まあで、うん、来年ですで、そこからボールのを2個分後ろに引く、あ、そうそうそう、ここだ。で今ボール1個分引いちゃったんで、それぐらい OK です。こんな感じ、ちょっとこういう感じだね。まずこれですね、はいはいはい、じゃあまずここの上に立ってもう一回それを立ってみましょう。はい、じゃあいきましょう。あ、これでもダメだ、はい、バレリーナ塔、バレリーナ塔、でじゃあボールに構えていきましょうっていう話なんですけど、一回ボールに構えてくださいね。でこっから前傾姿勢を測っていきます。前傾姿勢は 35.2 度、あ、もう自分の打つ姿勢でいいですか、それ。これ僕こんな感じだと思う、こんな感じ、はい、でこれが今何度か測っていきますね、はい、さあ何度ぐらいでしょうね。あ、どうだろう、クイズして当たった人には何かプレゼント、30自分で見てる38度、38度ぐらいですか、はい、じゃあ、はい、これね、32です。え？32。基本的には浅い人が、浅くなりやすい。あ、基本的にって言い方おかしい。はい、なんか浅くなる計測したらなんか浅くなる人多いなって印象だったんですけど、はい、今回はだから元々が浅く構えてる。もっと深いんだ。もっと深く構えていいと出てますね。マジ？こんなもん？こんなもんですね。でちょっと待ってくださいね。でそっから動かないでくださいね、全く動かないで右手離してください。で手を伸ばして、はい、ちょうどもう膝頭のところの一番上のところに手が来るぐらい、はい、分かりやすくていいですね、はい、ここに今シール貼ってますよ、はい、はい、これです。でそれで一回打つと、だからこれをこうして触れたところにすりゃいいってことね。そうそうそう、この中にね、そうそうそう、でこの広さで、そうそう、ボールじゃ僕の自分好きな場所でいいね。はい、大丈夫です。これで打ってみますよ。はい、打ってみましょう。おお、ナイスショー。どんな感じですか？ちょっと先っぽいな。先。でも、もう一回行きましょう。もう一回行きましょうか。いいですか？行きます。オッケー、ナイスです。あ、ちょっとやっぱりでもね、なんかね、はい、あの前傾深い。なるほど。はい。振った感じどうですか？振った感じは、はい、少しやっぱりもう汚い意見をお願いします。お、すごい、何が違うの、ちょっと、はい、でもなんか振った感じは何も違和感はないよ。あ、よかったです。じゃあちょっと見ていきましょう。これで違いが出んの、そんなに。あ、出ましたね、今回は。え、マジ？はい、まず、はい、左側が新しい方で、右側が昔というか、はいはいはい、方ですね。スタンス広いね、アイアンね。そうですね。で、ここ見てほしいんですけど、この地面の横方向の反力のやつなんですけど、このそうですね、簡単説明するとこの山が均等になってるの分かりますかね、
こうとこう、この数値が21と21って出てるの分かりますかね。21、21、はいはい、そうですね、非常にだからバランスが取れたっていう風な話ですね。こっち側と下と上ってことですね。上の山と下の山ってことですね。そう、まあだから簡単に説明すると、はい、こうやって横に移動するやつをちゃんとブレーキでしっかりブレーキかけてるな。だからこれが左の下のこれが足りない人は、足りない人は流れてるよ、ね、つまり加速減速ってわけじゃないけど、踏み込んだ後にブレーキがかかってないっていう壁がないとか、そうです、そういう表現になる、ね、あ、そうですね。で最初のやつは23の19だから、あ、バランス悪いわ。そう、横に行くのが強かったんですよ、ね、へえ、面白い、はい、っていうのが今一つ出て、でトルクなんですけど、どうか分かんないですね。トルクは変わってない、トルクはあんま変わってないですね、はい、はい、でバーティカルは多分ちょっと、下がりました。ちゃんと触れない、まだ早く触れない感じはあるかもしれない。なるほど。いやでも別に大きい方がいいとか小さい方がいいとかじゃなくて、はいはい、やっぱこの辺のバランスが取れるようになるっていうのが大事で、やっぱ横に移動するのが少し減ってくるっていうことが今、はいはい、ポジティブな面としては出てるっていうことですね。なるほど、はい、そういう風に捉えてもらえたらいいと思います。はい、はいはいはい、うん、で、まあ、ここから、まあ、まずこれで一旦だいたいバランスゴルフのセットアップの話は終わってくるわけですね。まだあるの？まだここからだから、このセットアップを何のためにやってるかなんですけど、はい、とにかくその人の体にとって重心を保つためにはどういうふうにしたらいいかということなんですよ、はい、とにかく大きな目的はバランスゴルフの大きな目的、これ大事です、うん、バランスゴルフの大きな目的は重心をずらさないです。重心をずらさない、おー、そうです、重心をずらさないっていうことに全てつながっていきます。重心をずらさないといい球が打てる、はい、うん、例えば説明すると、はい、じゃあ重心がずれるっていう何かっていうと、はい、バランスゴルフではどう考えるかっていうと、真ん中の3点ですね、このここら辺とここら辺とこの辺、この辺3つ、この3つのポイント、はい、3つのポイント、この3つのポイントがずれない。例えばこれ上半身のポイントがずれてますとか、うんうんうん、これ下半身のポイントずれてます、バックスイングでこうなってたりしたら、うんうんうん、これがバックスイングでまっすぐ一直線になるといいよねみたいな、はいはいはい、っていうのがあります、うんうん、でもう一つは足の裏、親指の付け根、小指の付け根、かかと、はい、この3点が両方あるんで6、うんうん、6、 6、 6、 6のポイント、これは足の裏、足の裏のこことこことここってこと？そうですね。だ、母子球、小子球、かかと。ここだ。そう。はい、かかとと、母子球ってこっちだよね。そうです。小子球ってここら辺か。小指、そう、小指の下。この、こういう、はい、まあ、3つだ。そういう感じだね。はいはいはい。それ6つ。この辺のバランスを保つ。だから、うんうん、合計9つのバランスのポイントを保つっていうのをのためにやってます。うんうん、なるほど、なるほど。はい。で、例えば、説明すると簡単に。はい、この左の、例えばこう、外側に開く動きとかが硬い場合、はい、どうしてもこうバックスイングしていくとき硬いから、うん、受動的な外旋が起きないですよね、うんうんうん、そのせいでこっち側に来ますよね、はいはいはい、それによって重心のずれが起こる、ずれが起こる、で重心のずれが起こるとボールが要は左に移動したのと同じですから、ね、あ、なるほど、もう一回戻って打たないといけないです。でもこの辺をカバーするために、うんうん、それをまあ自分で自力でグッと動かないようにしてもいいんですけど、うんうん、そうするとまた違う動きが出たりするんですよ、うんうん、だからそういう時に例えば右足を引いてあげて、はい、体が回りやすい状況を作れば、ここの部分が硬くても動きにくくなって、あ、そっか、こっちで補正するのね。そうです、はいはい、で重心の位置がずれなくなったりします。あ、なるほど。でそれによってボールもずれてない状態だからローポイント安定しますよねみたいな。基本的にこっちの可動域をこう左でこう動かしてやっちゃダメだね。あんまり、そうですね。こっちじゃなくて、はい、基本こっち側で右足で調整していくと。そうですね。で、なんでこっちでダメかっていうと、はい、左の膝を、つま先を閉じるとですね、膝ってこう、一方向しか動かないので、はい、あんまりひねるといけないんですよね。つまりそれは怪我になるってことだ。怪我につながるんで、はいはい、左のつま先は、こう踏み込んだ時にキックして、はい、ここでキックすると閉じてキックするとギッて痛いんですよね。ねじれてなるほどね。若い時はいいけどだんだんそうそうこうなってくっていうところだ。そう、はい、半月板損傷とかだからこのままってこういう感じにしてると
メリメリってなるんで気をつけましょうと。でもなんかその方が壁ができて飛ぶ気がするけどね。ちょっと怪我しやすいんですよね。あ、だからタイガー・ウッズが何だっけ、4回か5回怪我手術したっていうのも、そう確かに 彼のスイング見てると足つま先動かないもんね。そうですね、あれがいいって僕も昔教わったよ。そう、それがやっぱり負担にはかかると思うんで、こうしましょう。ちょっと逃がした方がいいんだということ、はい、で今僕も今の動きしてちょっと痛いんですけど、痛くなっちゃったんですけど、あらら、半月板損傷。ちなみにうち あのパッティングコーチ、はい、この前半月板損傷しました。うおー、やっぱこうなるから。ゴルフ野球してて、野球してた人だから、その野球のその癖っていうのが抜けなくて、まあ飛ばすんで、うん、思い切るエネルギーがここにこう、そうそう集約されるわけだ。そうそう、要はねじる動きをしてるんで、だからまあこういう風な動きでねやっていくっていう話につながっていくんですけど、なるほどなるほど、まあとりあえず、はいはい、まあ、バランスを保つために、うんうんうん、重心を保つためにこのセットアップをしましょうみたいな。いやだからさ、よくね、あのプロゴルファーそこ大御所と言われてる人たち、ね、うん、名前言わないけど、うんうんうん、何が大事ですか、アドレスです、こういうわけよ、はあはあね、ポジショントークのように、うんうん、いやアドレスって打ち方教えてよ、うんうん、いやアドレスをちゃんとすれば上手くなるんです。このアドレスはこれだけの、そうですね、奥が深いということに、いろんな、実はいろんな選手いますね。やっぱりスクエアにしたいとは思うんですけど、はい、最近海外の選手とかも、うんうん、こういうふうに右足引いてる人もいるし、うんうん、まあ、もちろんオープンスタンスの構えてる人もいて、はいはい、多分 そういうふうに言ってる人たちは多分自然となんとなく自分の中でベストなものが気づいてると思うんですけど、そう、ね、僕がねすごいこの話を聞いた時に、ふと思いついたのが、うん、谷口徹プロ、うん、もうめちゃめちゃクローズスタンスで、うん、そうですね、あれで、まあ、クローズって言っても体のラインはね、うん、クローズじゃないんだけど、うん、ああいうアドレスっていいのみたいなところもあったっすよね。いいんです、いいんだよね、いいんです。だからさ、なんかかっこいいスクエアじゃなきゃダメとか、うん、そういうことではないですね、ないっていうのが、うん、このバランスゴルフを知った上で、皆さんちょっと試してほしいんだが、そうです、試すためにはこの今3拠点今のところは、はい、福岡はエンジョイゴルフ、はい、そして東京では品川だよね、竹本さんね、はい、竹本プロは、下に概要欄に貼っときますけどね、はい、品川、うん、はい、そして、南田洋平プロは、はい、おっとちった、まあ、この3つ、はい、なんかね、概要欄に貼っときますので、はい、そちらの方を、チェックしてちょっと問い合わせしてみてください。はい、ということで今日はあの次回は、はい、なんかまた違う内容、いやここからだからバランスゴルフの、うん、原則の話とかを踏まえて、何まだあるの、もうこういう振り方ってをした方がおすすめだよみたいな、まあ、この辺が聞きたいのかもしれないですよね。そうだね、ここ地味だったな。、はい、でも僕的には面白かったこれね、ちょっと今、はい、ここからちょっとアドレス僕もちょっと改善して、はい、ここにずっと貼っとくかな。そうです、ね、だから、はい、本当に伝えたいのは、はい、まだスクエアでやってるのかと。逆にスクエアは、はい、もしかしたら人と同じことをやってるってことですからね。確かにね、まあバランスが取れてるとそうなるけど、やっぱ自分のバランスが取れてないと、そうなんかこうちょっとそれで相殺してちょうど良くなるわけだから。そうです、はい、なるほどね。そういう新たな価値観を皆さん手に入れましょう、はい、なるほど。啓蒙活動してるんで、啓蒙活動、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、またね、次回。